なことってあるかよ。よう、兄弟。ここ。船だよ、飛行船。なんで飛行船が？ラムとレムは？スバル君！どうやら同じところに落ちたみたいね。みんな！おい、姫さん、全員回収したぜ。早く離れねえと崩落に巻き込まれるぞ。わらわに指図をするな、アル。見よ、崩れ落ちる魔王城、実に壮観ではないか。の、プリシラ。私たち、プリシラの飛行船に助けてもらったみたいね。なるほどな。つうか、どっから出してきた、こんなもん。完成した飛行船の初フライトで魔王城に行くって言ってて、マジで来ちまったやつだよ。すげえ話だな。魔王は滅び、その悪あがきさえも無意となったか。実に小気味いい。やはりこの世はわらわの都合のいいようにできておる。プリシラ。なんじゃ道化よ、ほうけた顔をしよって。いや、そのありがとう、助かったぜ。つまらぬな、ボング。わらわはそのような凡庸な言葉を聞きたいのではない。何のためにその落ちゆく身を引き上げたと心得る？いや、わかんねえけど。せめて空の旅の間、魔王討伐の司祭を語り、わらわを興じさせてみよう、道化らしくな。こりゃまた随分と高い船賃だな。つまらぬものであれば振り落とす。理不尽すぎねえか。いいよ、話してやるよ全部。最後までみんなの力に助けられたわね。はい、ですがその力も旅があったからこそ借りられたものです。そうね、みんなと魔王城で会えてちょっと嬉しかったわ。はい、大変な時もありましたけど、レムはこの旅とっても楽しかったです。え、私も。だから風船みてえに膨らんで破裂したんだって、ロズワールの体がさ。みんなと一緒に旅ができて本当によかったわ。姉様はどうですか？
ええ、最初から最後まで悪くはなかったわ。ただ、ただ?いいえ、何でもないわ。ちょっとだけ風を浴びさせて。はい。さようなら、ルズワール様。それで、なんで僕が足代わりに使われてるんですか?しょうがねえだろ。プリシラがバーリエルタウンまでしか乗せてくれなかったんだから。それ理由になりますかね?まあ、他に仕事があったんだったら悪いことしたよ。前に言ってた油は、結局売れたのか?売れてたら、夏木さんなんて乗せてないですよ。なんてっていうのはひどいだろう。てか、また油売り損ねたのかよ。ごめんなさい、オットー君。オートまで乗せてもらっちゃって。いえいえ、いいんですよ。お代は夏木さんが払うって話でしたから。そうですよね、夏木さん。報酬が出るっていうのは本当なんですよね。ああ、報酬出す人は破裂していなくなっちまったけど、約束通りなら多分もらえる。これ僕騙されてませんかね。勇者エミリアたちよ、魔王討伐お疲れ様だね。ロスワール、お前間違いなく倒したはずだろう。そうそう、そうだと思う。悪い私は消え、今ここにいるのは光の私。何も問題はない。こんなふわふわした理屈で騙されるやついる?ロズワール様、ラムはまた会えて嬉しく存じます。ああ、私もだよ。また素敵な踊りを見せておくれ。はい。姉様、嬉しそうでよかったです。二人はそれでいいの?姉様が嬉しそうなので、レムとしては光のロズワール様を歓迎すべきかと。ラムは問題ないわ。騒いでいるのはバルスだけよ。さて、スバル君も待ちきれないと思うから交渉の話をしようか。もういいよ、分かったよ。せめて魔王退治の褒美はもらうぞ。まずは勇者エミリア、旅の前に話したことを覚えているかな。魔王を討伐した暁には私の願いを一つだけ叶えてくれるって話のこと?その通りだと思う。さて、旅の中で願いは見つかったかな?本当に何でも叶えてくれるのね。ああ、嘘はつかない。この私にできることなら、どんな手を使ってでも願いを叶えよう。ならロスワール、もう悪いことはしないって約束して。ん?もしやそれが願いですか?
約束できる？その程度なら他の報酬も。いや、これを言うのは無粋だーね。わかりました。このロズワール・エル・メイザーズ、決して悪いことをしないと誓いましょう。え、ありがとう。エミリアタン、マジ無欲だな。眩しいぜ。さて、もちろんスバル君にも褒美を用意したと思う。本当か？まあ、くれるならありがてえけど。約束通り、スバル君には姫を妻にめとらせようじゃないの。いや、だからいらねえって。約束もしてねえし。そう言わず、姫はいい子なんだけど、なぜかもらい手がいなくてね。それじゃあ、スバル君の気が変わらないうちに入ってきなさい。最初から1ミリも変わってねえけど。スバルキュン、ふつつか者だけどよろしくね。男じゃねえか。バルス。スバル君。ラム、レム、止めてくれよ。こんな解消なしのバルスに夫が務まるか不安だけど、しっかりやるのよ。スバル君、幸せになってくださいね。レムは、レムは祝福します。そういうリアクション？いや、祝福してないで助けてくれ。夏希くん、おめでとう。結婚式にはうちの式場を使うてな。伴侶を持つ者として一層気を引き締めることを期待するよ。二人とも来てたのか？つか、便乗する気満々じゃねえか。そう照れるものではない、夏希スバル。フェリスはケイを選んだのだ。いえ、フェリスとスバル殿、二人がどうか幸せな家庭を築くことを祈っております。めっちゃ温かい言葉かけてくれてっけど、止めに入ってくれる側じゃねえんだ。道家は道家なりに身の丈に合った生活を送るがよい。兄弟、俺を置いて人生のステージ登っていっちまうのか。感慨深いぜ。お前らバーリエルタウンで別れなかったか。つうか、マジでみんなどんどん来るじゃん。立ち会い人みたいで嫌なんだけど。兄ちゃん、うだうだ言わねえで腹くくれよ。スバル、君の新たなる門出に惜しみない祝福を捧げるよ。わざわざ魔王城近くから来てもらって嬉しいけど、結婚しねえから。ふふふ、花嫁に恥をかかせるようなことはしちゃダメだよ。これを逃したらお前と結婚してくれる人なんて見つからないかしら。勤勉に幸せにするのです。おめでとうだよ、スバル君。私を倒したんだから、お嫁さんの一人くらい満足させてくれないとね。なんてお前らがここに。つうか、闇のロズワル蘇ってんじゃねえか。あんな爆発しといてどの面下げて祝福してんの。誰かこの流れを止めてくれ。大丈夫よ、スバル。
エミリアさん？私、スバルならフェリスのこと、幸せにしてあげられるって信じてるから。エミリアさん！でも、いやいや、ああ。